ちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日は笹団子を作ります。今回教えてくださるのは福島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして今回の器はこちらです。阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの作品をお貸しいただきました。東坊楽さんの紹介は番組の最後にご紹介していますので、ぜひご覧ください。では福島さん、今日は笹団子、はい、まあ、どうして今日はこのメニューにされたんですか？今の季節になりますと、うん、きれいな緑色の笹の葉っぱが出てきます、うん、阿蘇では、うん、これはですね、昔はこれでお団子を包みまして、うん、そしてお盆のお供え物、それからお盆のお客様のおもてなし、それから私たち子供の時はこれをおやつにして母が作ってくれてました。じゃあですから思い出のメニューでもあるんですね、はい、母の味を思い出しながら作りたいと思います。はい、では早速、お願いします。まず何から？はい、一番にじゃあこの笹をですね、うん、これはこう消毒というかそういう意味合いも、あ、そうですね、うん、それとですね、うん、この笹をこの湯がいた、うん、この笹の風味が残ってですね、またこれを利用してまた団子を湯がきます。あ、じゃあ笹を、はい、まあ茹でたお湯は捨てないんですね。はい、そうです、はい、じゃあ次にこのあんこを今日は10人分作りますから、はい、10個に最初から分けておきます。はい、今度はお団子をこねます。はい、そしてここにお水をだいたいですね150ぐらいでいいかな、うんうん、これしっかりこねた方が美味しいようです。はい、こうやって手作りのものをお供えするとね、ご先祖様も喜んでくれますよね。そうですね、うん、はい、今度はこれをまた10等分にします。はい、これをここ丸めまして、はい、そしてお正月お餅を作る時のようにこう広げまして、うん、はい、ここら辺がやっぱり上手な人とそうでない人の区別がつくと思います。薄いところがこんなしてですね、そして、はい、ちょっとここをひねって、こう、あ、なんか餃子みたいになっちゃってる、はい、そしてこれに片栗粉ですね、片栗粉をまぶしとくと、うん、この笹の葉からこのお団子がよく取れるそうです。じゃあ今度はこれを笹に入れます。包みます。笹でこうしてこうやって、じゃあチョキッと切ってもらっていいですか、うん、はい、もうこれで出来上がり、はい、そしてここに入れて、はい、入ってください。福島さん特製笹団子、はい、ですね。どうぞ味を見てください。はい、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの器を使用しています。
楽さんでは色のついた土を使い、ガス窯と薪窯を使って焼いており、普段使いの食器や花器などの製作販売をしています。